ハート来ました。ありがとうございます。ちょっと今日はね、1ヶ月のお試し LINE ライブ配信の最終日なんで、イベントをやります。でね、今日は食べる配信です。いつも通り食べる配信なんですけど、中華を頼んだんですけど、まだ来てないっていうね。本当にさ、なんで LINE ライブ配信やってる時に限って全然来ないんだろう。今や、あ、来た、よかった。はい、でね、これチャジャン麺です。実はね、今回のね、頼んだお店はちょっとね、お高い中華のお店で宅配注文したんですよ。お店がこちら、チュンシックレストラン、まあ中国式レストラン、シンフォニーオブチャイナでね、これただのチャジャン麺じゃなくって松茸入りのチャジャン麺。値段は12,000ウォン、約1200円です。1200円か、まあ普通かなって思うかもしれないですけど、チャジャン麺普通結構安いんですよ。でこれ多分2倍ぐらい値段する、普通のチャジャン麺より。だからね、かなりお高いチャジャン麺です。じゃん、うわ、すごい、なんか美味しそう。あ、香りいい。待って、普通の出前のチャジャン麺よりずっと香りがいい。こんなのです。具材がぎっしり、麺が見えない。しかもおしゃれにかいわれとか乗せてくれてます。あ、なんかこれついてますね、おまけが。なんだろう、よっしゃ。韓国の中華だとね、いつもついてくるザーサイ、中国の番茶みたいな感じのザーサイですね。で、まあいつものタンムジですね。サイダーです。うわー、高いやつだからいつもみたいにひっつきまくらない。麺もね、結構ソフトっていうか、松茸どれだろう。あ、これかな、松茸の香りする、やばい、すごいテンション上がりますね。これ韓国の方ってよくドラマでも出ますよね、こうやって混ぜるんですよ。これ松茸すっごいたくさん入ってる気がする。こんなに香りするの。こんな感じの麺なんですけど、これ完全に松茸ですね。でね、玉ねぎとかお肉もたっぷり入ってる。はい、いただきます。松茸、食感わかる。え、美味しい美味しい美味しい、待って待って、美味しい、松茸やばっ。うん、めっちゃ美味しい。なんかね、いつものチャジャン麺よりも味がお上品、美味しい。うん、これ松茸ですね。松茸めっちゃたくさん入ってる、しかもこんな大きいやつ。あ、やば、松茸すっごい美味しいんだけど。うん、え、これ12,000ウォンでこんなに松茸たっぷり入ってるの食べれるの、ちょっとすごいかも。チャジャン麺サイダーよく合う。松茸の香りもすごくいいけど、そもそもソース自体がお上品なチャジャン麺のソースで、麺もいいやつなのかな、お店自体が高いから。おいしい。でね、このザーサイっていう、このなんか中国のバンチャン的なやつ、うん、おいしい。え？前髪整いました？何もしてないんですけど、勝手に整いましたが、確か伸びたからかな。そうだ、お話しなきゃいけないことがあった。 LINE ライブは続けます。でも今みたいな形ではなく、私が急にこの日 LINE ライブやりますみたいな感じで、 YouTube では多分告知しないんですけど、 Twitter の方で告知します。タムジ食べててありますね、おいしい。
普通にチャジャン麺頼んでこんなに具材入ってることってかなり珍しい。これさっきから具材中心に食べてるんですけど、まだまだ下からどんどん出てくる。新大久保にヨッキトッポギできたんですか？今度東京行くとき新大久保行こう。新大久保で動画撮りたいんですよ。ここ美味しい。今度また頼まなきゃ。うん、北九州来て、あ、福岡とかですか？なんか昔長崎行ったんですけど、長崎何気に楽しかった。本当にハウステンボスでおばあちゃんとあの自転車乗り回したのがおばあちゃん元気。食べ終わった。なんか最後早食いみたいになってた。びっくりした。お水かと思っちゃった。これ本当に美味しかった。食べた方がいいですよ皆さん、めっちゃ美味しかった。デザート何かな。さあ何でしょう。これね、視聴者さんがいただいたんですよ。